はい、北チャンネルです。今日も八坂ダムに来てみました。大元帥の八坂ダム、釣れるのでしょうか。ではスタート。はい、スタート。 MDZ から。水温は 15.5 度。すげえ、あそこえぐれてんだ。思いっきりぶつけたぞ今。大丈夫かい。ちょっとこううまく下にこう投げるっていう動画が欲しかったんですよ。よ、見た。こっちで組み直した方が楽かもしれんけど。うん、まあ別にどうぞ。直せよ。おお、おお、大きいのかちっちゃいのか。上がってきました。外れた。やっぱ座ってやり取りするとそうなるね。まあまあ普通にキーパーって感じ。今のはさ、おさばきのミスだね。もう11時ですね。今日もお蔵入りかな。釣れたやろ。え、違うのこれ、バスじゃないの。あ、木だった。あら、60センチぐらいあるんじゃない。釣れた。釣れた。どれぐらいなんすか。なんで釣ったんすか。シャロご立腹です。コンコ上がって岩盤ちょろっと回った。下側のどっかり、うん、ここまで行って1本ばらして、でもそれが30ぐらい。それは深かった。見えんね。見えん、見えん。こっち結構見える。3本、4本。いや、50オーバーじゃないか、50くらいのトナカイ。うん、あの何シャロー沿いに。そうなの。上3本ぐらい見えない。
バン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 こういうところに行きます。CR52SSR。目指すは50ですよ。本当です。何？人気出しちゃおう。あ、どうぞ。ぜひお願いします。久しく見てないけどなんか。これ食えるじゃろう。あー頼むよ。一発で決めるよ。何？今何？目じゃ見えんの。あ、大丈夫です。どうぞどうぞ。撮影。はい。あ、どうもどうも。ありがとうございます。撮影中って言ってもお蔵入りですけど、釣れないです。あの岬のとこです。ああ、そうなんですか。大きいんですか。ああ。そうなんですか。へえ。